はいどうも、ルティアです。はい。<laughs> ちょっとね、充電 <laughs>、ちょっとね、充電がめちゃくちゃ切れそうなんだけど、今。まあ、一応充電さしてるから、多分大丈夫だと思うけど、急にブチッと行くことはあるかもしれないから、<laughs> あれなんだけど。はい。えっ、ー、と、もうね、今日ね、日付変わってすぐなんですよ。あのー、うん。まあ、最近、まあ、昨日もそうだったかな。割と昨日もそうだったと思うけど、えっ、ー、と、今日も割とそうで、まあ、特に、まあ、 何かしてたわけとかではないんだけどあのまあね夕方ぐらいまでちょっと用事があって出かけててっていうことがあってえっとねなんかね俺さっき友達にも言ったんだけどなんか天気が悪くなるっぽくてわかんない明日なのかあ多分明日だと思う今日は多分違うと思うんだけどわかんないけどね <laughs> 正直正直天気わかんないけど なんかでもなんか、ワンチャン今日も降るかもしれんし、まあ明日からはほぼ格で降るっぽいんよね、雨がね。だからさ、まあそれがあるせいなのか分かんないけどだるくて、ちょっと今日ね。だから、まあちょっと、あのー、割とぼーっとしながらその動画を見たりとかをしてたら知らないうちに日付が変わってしまっていたので、ちょっとあれなんだけど、えっ、ー、と、報告事項、報告事項ってほどのことではないんだけど、まあ一個ね、 あのー、パソコンのね PC をちょっと慎重したのはいいんだけどちょっとね不具合が起きてまして、あのーまあ、切れ抜きをね1本この間あのト,ガちゃんトガリリムちゃんのやつを1本あげたんだけどそこそこで止まっちゃってるんよそれ以上できなくてまああれはなんとかできたけどその何だろうな俺その物理的な衝撃で壊れた説もちょっとあったりするんだけど、まあ、それならまだいいんだけどこっちの不手際なんでただ何な,な,なんだろうなと思ってなんかちょっといろいろと。 その困り点もまあ安物だからっていうのもあるんでねちょっと何とも言えないんだけど一つねそういう問題がありますみたいなことなので切り抜きはちょっとねもっとこうあのハイペースで上げていく想定だったんだけどまあちょっとこれは <laughs> 一旦休止で今まで通りになりますねはいまあこれはまあ,あのできないわけじゃないので別にあの一応 PC は2台あるので <laughs> あれなんだけど はいまあそんな感じですねそれは。うん。えっ、ー、とあとね実写の動画もねこの間1本撮ってるのでまあそれも編集してえっ、ー、と、まあ、いつになるかわかんないけど多分今週中には上がるんじゃないかなと思いますね。はい。で今日なんだけど、まあ、今日一応ちょっとテーマがあってタイトルにもね配信者と Twitter ってなってまあねこれねあのー、まあ 何人かその Twitter の、ね、フォロワーの人に指摘まあそのいい意味で言われたこともあるし逆にそのめちゃくちゃネガティブな意味で言われたことも当然あるんだけどまあネガティブにとらわれがちな性格なので俺は <laughs> 基本的にあの過去を振り返ってもそういうことを言われがちなんでまああるって仕方ないんだけどただそのいい意味で言ってるか悪い意味で違言ってるかの違いはあれど言ってる内容的に近いなって思ったんよね。で それってまあ俺もその意図的にやってたわけじゃなくてそのまあ無意識的にそれをその実行しちゃってたんだけどちょっとね表現が難しくてその今ね SNS の時代だって言われて特にね Z 世代というかまあ20代半ば以下かな23とかかな多分だからそれぐらい以下の世代だと特に当たり前になってるみたいなところもあるんだけどそのどこまでそのね そのベースとしてては当たり前になってるっるぽいよねだからその若い世代になればなるほどそういうのが染みついてできるけどまあ俺らの世代だとちょっとそういう人は珍しいのかなみたいなのがちょっと知り合いのね仲のいいフォロワーがまあそういう話をしてたりしたんだけどそのいわゆるなんかインターネット老人とかいう言い方もするけどそ,のそういう人以外のまあ言ったら30代前半であるとかまあそれその辺りまあいわゆるアラサーの世代とか。 まあそこから40代ぐらいまでの間の人ねまあ言ったらネット黎明期からネットに触れてる人なのかそうじゃないのかっていうちょっと差が分かれる時代なのでこの時期は。でまあその世代だとか,かなりこう個々に差があるというかこれが逆に Z 世代ぐらいになると結構みんなまばらにネットに触れてるからその,そのネットリテラシーとかもそうなんだけどまあこれはねちょっと地方にも寄ったりするので。 その例えば都会に住んでるのか地方に住んでるのかによってかなり変わってくるのでこれはちょっと何とも言えないんだけどまあいわゆるえと世代では言えない部分があったりするんで難しいんだけどまあちょっと本来に入らせてもらいますねえっとまあ言ったらこれあの特にまあえっとねこれツイッターの話なんだけどインスタとかでもこれに近いかもしれない言ったらあの特にインスタの方がそれ強い 強いといとうか俺なんかだとツイッターでもそうなんだけど一般的にはインスタがこれ強いかなフェイスブックとかツイッターちょっと違うかもしれない一般的に考えると。っていうのはそのインスタってさ基本的にその、えー、と映えの文化みたいなのがあるでしょ言ったらその綺麗に飾ってまあ自分の写真自撮りの写真もそうだし、まあ、その料理の写真とかでも言ったらその普段の生活を出すというよりは。 じ普段のベースの自分の状態よりもワンランクツーランク上でその自分がこうなりたいっていう理想こう見られたいっていうのを出すじゃんか言ったらねだからそ,のそうないここが大事でこう,こう見られたいっていうのが大事でそのこうありたいだったらみんなあるよね言ったらそれは誰だって金持ちになりたいし誰だってその美男美女そのイケメンだったりその美少女美女になりたいのでみんなねその男女問わず。 なので,でしかも当然ね金持ちもそうだしまあ言ったら幸福な生活そのまあその資金的にも恵まれててで仕事にも恵まれててその異性,、まあ、異性同性かもしれないけどまあそのねその恋愛でも恵まれていてそのいわゆる「リア充」っていう言葉でできると思うけどそういうものっていうのは誰しも憧れるしそうありたいと思うだろうけどまあその,その度合いには差はあるだろうけど。 みんんなどれかはは欲しがるわけじゃん自分ののいものは例えば恋愛は興味なくても仕事には興味あるとかそのまあ友達関係の充実には興味あるいわゆる人間関係には興味ある恋愛には興味ないとか仕事には興味ない恋愛,は恋愛にしか興味ない恋愛体質の人もいるだろうしまあその自分がね求めてるものに対しては絶対その理想像っていうのは当然あるんだけどその理想像が自分がただこうありたいこう幸せになりたいじゃなくて。 そのこう見せたいこう見られたいっていうのがすごく強い人間が増えてると思うよ。まあ、これ特にこれタイトルに配信者って入れてるけど、まあ、いわゆる活動者。えー、っとまあまあ俺で言ったら VTuber とかでもそうだし、まあ、配信者でもそうだし、まあ、もちろん YouTuber とかもそうだしもっとその広講義議の意味で言うならワンチャン芸能人とかもそうアイドルとかねああいう人もある意味そうまあただその、うん、あまあまあどっちにでもそうかな。 だからその企業に所属してるとかテレビに出る出ないとかいろんなことはあるしその自発的にできるかできないかとかもあるんだけど結局これもその配信者でも VTuber でもその企業に所属してたりとかウームとかもそうだけど YouTuber でねとかもあるけどそういうふうに企業から所属してオーディションを受けてデビューすることも当然あるし VTuber もそうだからねそのフォローとか2次とかはそうだから。 あのー、まあ、そんな風に、まあ、いろんなその入り方とか、その条件とかはあるにせよ、その活動者っていうか、まあ、自分をコンテンツにしてるってことだよね。まあ、その、これもその講義の意味で言うと、夜食とかもちょっとそれに近かったりするよね。自分自己ブランディングとかがあったりするので。 でまあ、これもネットもそうだし、まあ、いろんなことがそうなんだけど、まあ、そういう人って自己ブランディングってその自分がこう見せたいからっていうのもあるしこう見られたいからっていう両方があるわけよ言ったら。でそのこれが偏ってしまうよね俺らみたいなちょこれ自分でこれ人に言われるまで気づかなかったんだけど普通はねこう見せたいっていうのはそれはあるんよ。 その特にさっき言ったインスタとか Twitter、まあ、とかでもそうなんだけど厳密に言うとねその無意識的にみんなやってるわけよこう見られたいとかこう発言したいとかだからこういう人になりたいとかそのあくまでネットではねそのリアルではできないけどネットではこう見られたいみたいなのとかあったりすると思うよだけどこれはみんなあるんよまあその大なり小なりみんなあると思うまあ年代にもよるけど特に大体そのいわゆる Z 世代とか若くなればなるほどあると思う。 なんだけど、まあ、いわゆる承認欲求とかねなんだけどそうじゃなくてその相手のリアクションを逆算して行,その行動というか言動だねツイ,ツイートとか、まあ、その言動もそう例えばそのスペースとかこういう配信とかでもそうなここ配信じゃないやあのラジオ動画でも、まあ、動画とかでもそうなんだけどその発信いわゆる発信を そのこう言いたいこう主張したいじゃなくてそのこう主張したら多分こういうリアクションが返ってくるだろうなとかこういうそのツイートの流れをしたら多分あこういうリアクションが来てまあリアクションが来る来ないは別としてその言わないこともあるじゃん。例えば内心こうう思けど でもまあ直接言うほどのことじゃないかみたいなこともあるんで例えばそのこういう発言を連発してたらまあこの辺のやつにはミュートされるんじゃないかとかそのブロカイされたりとかして消えるやつがいるからフォロワーが減るんじゃないかとか逆にこういうことを言ってるとこの辺に支持されるからそのフォロワーがワンチャン増えるんじゃないかとかでもこのこの辺の数の問題に言ったらそのこれはねまあ想定はするんよ。 可能性として,もあるってまあこういうことを言ったらフォロワーが増えるんじゃないかとかこういうことをしたら例えば切り抜きを作ったらその VTuber の人にフォローされるんじゃないかとかっても当然そうだし VTuber に関してこうお気持ちだったりとかこういうなんか意見を述べたりしたらその V 豚というかう V 豚っつったらだよな,いなあの V のリスナーの人とかにフォローされるんじゃないかとか。 そのまあ、夜食の話だったら夜食の,こそのフォローしたりとかねそういう指示することを言ったらフォローされるんじゃないか実際フォローされてるしね俺そういうのもあったりとかいろいろあるけどでも俺は基本的に数は数っていうのは言ったらフォロワーが増えるとかそのまあ登録者が増え、まあ、YouTube の登録者が増えるとかその再生が伸びるとかそういうことはあんまり,あんまり考えてなくてこういう数を意識しちゃうとあの結局。 そのその通りにならなかった時に落胆しちゃうじゃんあ全然動かねえじゃん全然変わんねえじゃんってなっちゃうからやっぱ結果追い求めちゃうんでだからそこはもう意識せずにもうリアクションとあとそのさっき言ったブロカイとかそのそういう、まああのー、カラリップとかする人もいるしね俺に,俺に対してね。なんでそういうリアクションだった動きだったりとかそのまあ 表現難しいけどまあ言ったらそのさっきも言ったけど相手がどう感じるのかみたいなとこなんよ結局そのリアクションそのものは別としてリアクションだってさ表面上言わないこともあるしただ裏で内心心のどこかでこういうこと言うやつ嫌いだわとかなんかこういう発言こいつちょっとうぜえな最近みたいなみたいなことを俺が思われてるケースもあると思うよね要はそこが大事なんよいやその表向きだけじゃなくて裏でもそうだけどその俺が言った発言とか俺のツイートとかを見て 俺に対してどういういい印象を持つかないよね基本的にさ俺前々から言ってるけど Twitter で言ってることなんかだいたい嘘っぱしでさその本気で言ってることじゃないって言ってるしあ,のあくまでキャラ入れて喋ってるからっていうのもあるけどキャラ入れてるとか言ってるけど本音も言ってるんよ。でもその ここは本音でこれを言った方がいいとかこれを言ったらこういうリアクション返ってくるから今こういうリアクション欲しいからこういうことを言うとか逆に今はちょっと嫌われるようなムーブしたいからこういうことを言うとかそのそれで行動してるから結局ねその本音も言ってなければあのいやある意味本音も言ってるけど本音も言ってない部分もあるし嘘そ800並べてることもあるしわざと悪いこと言ってることもあればちょっとかっこつけていいこと言うこともあるし。 それも全部ひっくるめてここでこう思われたいとかそのこ,う、まあ、こういう思われたいはあんまなくてこういうリアクションが欲しいとかそのこういう動きこう思って欲しいとかここであの口には出さないけど多分こういうツイートを連発してたり今こういう状況になってたらあの多分そのフォロワーで俺のツイートとかを見てる人はこういう印象を持つだろうな って思わせた上で次の動きをしてそのそれに対しての反応を待つとかあの逆にそのリプを送ったりして直接的な反応を受けるとか言ったらさっきも言ったように直接は言ってこないのよ基本的にまあさっきも言ったけど空リップしてくる人もいるし直接リップで言ってくる人もいるけど中にはだから少ないよぶっちゃけ直接言わないよ内心を持ってでも。だけどそのそうやってこっちが直接リップを送ったりしたら。 相手もやっぱ反応を見せるわけよその内心思ってる部分がちょっと透けて見えるよだから普通にリアクションしてるつもりでもなんかちょっと出てるんよなんかそれ不快に思ってたんだとしたらそれに対してちょっと ちちょっとお気持ちが出てたりするんよね内心その我慢はしてるんだと思うし直接的に俺に怒りをぶつけることはないけどただ内心どっかでそれがあるみたいなその心のどっかになんか引っかかってるみたいなのが絶対あるんよそういうのが多分その見えるのでわざとそのリップを送る見えにくい人にはリップを送ったりとかこいつもしかしてこうなんじゃねえかっていう人にわざとリップを送ったりとかしてその人の,その反応を探ってみたりとかをしてるんよ。ねそれ無意識に全部やってるんよね。 で最近でこそはそれをなんか人に指摘されることが何度かあってその計算ずくでやってるんじゃないかとか、あのー、その好き放題やってるように見せてるけど実際内心そういうふうにさ人のリアクションを逆算して喋ってるから、あのー、なんていうのまあネガティブな言葉で言うと、あのー、まあ言ったらその自己保身もあると。 まあ当たり前ない自己誌もあるし、だってさっきも言ってるように、こう思われたいまで考えてやってるので、そもそも、あの、言いたいこと言ってるわけではないのよ。これもうなんか自分のキャラ壊すみたいなあれだけど、その分かる人は分かるだろうから、あの、分かってないのバカだけなんだよ、基本的に。なので、 あのまあ、バカはバカで分からなくていいしそのまま額面通り受け取ってくれてもそれはそれで面白いしでそういうなんか講釈を垂れたりとかそのこいつ実はこういう考えでしや喋ってるんじゃないかって思う人をちょっと裏切りで <laughs> 裏切りでちょっと裏切ってみるのも面白いしだからわざとそういう辺のなんか何、えー、て言うか俺結構だからそういうねなんかあの駆け引きみたいなのがめちゃくちゃ好きなんよね。 で好きだからこそ無意識でやってたんだけどそれをまあ指摘されることが最近多くてまあ直接的に言う人もいればそのカラリップとかで言ってる人もいるしいろいろあるんだけどまあなんかそういうのを言われることが多くてでなんかまあ最近はほんまにもう開き直って意図的にやってるけどもともとはこれ無意識でやったよね言ったら。でもまあその SNS の使い方として割と。 みんんなななやっっててるんじゃないかなと俺は思ってたよ結局まあこういうリアクション欲しいからやってるとかまあその写真とか貼るのもまさにそうじゃんかそのちょっとエロめな写真を貼るのだってさ内心はどっかその承認欲求満たすためだしこう思われたいエロいって思われたいっていうのが多少ないともあるわけじゃんだってあと綺麗って言われたいとか可愛いいって言われたいとか絶対あるわけじゃんだからそ,そういうのと一緒じゃないって俺は思ってたんだけどやっぱり。 特にね特にツイッターあのー、さっきも言ったけどインスタとかはこういう傾向がそもそもあるので言ったさっきの写真とかもそうだけどこういう傾向がそもそもあるからみんなそうっていうところがあるんだけどツイッターって割と、あのー、ネガティブなことを吐き出すことが多いやんかみんな体調悪いし <laughs> みんな愚痴言ってるしみたいなだけどそれってまあ言ったらナチュラルなことを言ってるからだよね言ったらそのインスタとか、まあ、フェ特にフェイスブックなんかは基本的に実名だし でまああのー、インスタはさっきも言ったけど自分の何割増しのいい部分を見せるその何て言うんかな憧れてる自分の姿を見せる空間でしかないのでそのインスタでそういうなんか愚痴みたいなのちょっとダサいし、えー、とさっきも言ったようにフェイスブックはその名前がそのバレてて周りのつながりがリア友とかその仕事関係とかだったりするからその下手なことは言えないと。 だけどツイッターはそのどっちもないからその映えもなければリアルのつながりも特にはないのあったとしても基本的にその信頼寄せられる友達とかぐらいしかいないわけでだから、うん、その分やっぱりそのリアルな素の部分が全部出てるからみんな素で言ってるんよねだから逆に言うとそこで変に透かしてたりとかさっきも言ったようにその相手の反応を逆算してそうやって言ってるやつがいるとその。 なんだろうなフォロワーとしてはちょっと嫌な人も多いよね言ったらそれが透けて見えるから言ったらなんか明らかにこいつ本音でとかわざとこういう言い方してるでしょって思われるからまあ実際そうなんだけど <laughs> 実際そうなんだけどなんかねそういうのがなんか最近なんかまあ直接言われるからっていうのもあるんだけどあでもこれ勝分なんだなと思って言ったらその活動をまあ長年続けてきた癖でもう染みついちゃってるんだろうなって。 それで俺だってその配信というか YouTube で活動を始めたのは本当に2年ぐらいかな2年3年弱ぐらいだと思うんだけどまあツイキャスとかでも1年ぐらいやってたしそれより前も言ったらその投稿サイトだったりとか言った声でその何かをするっていうことに関してはもっと何年5年ぐらい前からやってるので基本的に。結構長いんよ言っても。 だからまあそうだからやっぱ癖で染みついてるんだろうなとは思うしその承認欲求的なものもそうだしさっきも言ったけどそのリアクションを逆算して何かをするっていうのも多分もう癖になってるんだろうねもうそういうものってなってるんだと思う多分ねその辺がさ多分かみ合わない人も多いのかなとは思ったり。 してる別に自己ブランディングとかそんなんじゃないから全然ただ単にただ単に俺が場当たり的にこういうリアクションが見たいとか <laughs> そのこう思わせたいとかっていうだけの俺のなんか別にそこになんか損得とかは絡んでないのでまあ,ある意味損得絡んでる場合もあるけど。 あの別にそれで俺が金稼げるわけじゃないし誰かが損するわけでもないんで基本的に <laughs> 一つのなんかその娯楽のコンテンツだと思ってもらえればとは思うんだけどねはいまあ、そんな感じですね、まあ、ちょっと長くなっちゃったけどえー、っとまあなんかみんなそうなんじゃないかなとまあその配信とかで、ね、活動をやってる人は大なり小なりそうなんじゃないかなと思うよねそうじゃない人は別よ <laughs> そ,うそうじゃなくてただ単にその純粋に吐け口だったりとか自分の悲しそういう交流 ツイッターでの,、ね、そのフォロワーとの交流を目的としてやっている人から見れば疎ましいのかもしれないけどね <laughs>、はい。そんな感じでロジティアでしたバイ